コーディング。あ、週刊ウニです。よろしくお願いします。岩井正香です。はい、三好です。遠藤です。よろしくお願いします。それでは、この間やってた正方形が、まあ、なんつうの、25個ですかね、出るやつができまして。まあ、これがまあ、三好さんのアイディアなんですけど、アイディアの図も出ますか？アイデアの図は、これと一緒には出たしにくいですあ、出ね。ないですか？これは一旦止めてもらうといいですかね。アイデアの図どこ行ったんだろ アイデアの図は、そうですね、自分も思っているけど。う。じゃあ、今井さん共有します？あ、一旦これを止めてもらえばいいんじゃないですか？止めて、はい。ああ。つまり、あ、もうちょっとずれたところがいいですかね。プチュ。あ、こんな感じで、つまり、赤い四角形っていうか、みんな正方形なんですけど、赤い正方形の周りには、黄色い正方形が4つあるということで、それぞれが、頂点を、共有してますね。赤の周りの黄色4つは赤とね。で、同じく黄色の周りの4つも、4つの赤の正方形もその黄色の正方形と頂点を4つ共有しているということですね。そのくくりで言えばそれだけですよね、きっとね。で、いろいろ正方形の大きさを変えると、このようなことになると。動かしてもらいます。このようなことになるんですこね、のじゃようなことになって、当初、三好さんの設計だと、なんか12変数とか風だったんですけども、あ。やってたらもうちょっと制約がきつくて、今のだと、9個のパラメーターぐらいでやってますね。今、中心の正方形の大きさも変えるようにしたんで、今全部で9パラメーターでやってますね、割と。今なんかいい動きでしたね。はい、いい感じですか。つまり、そうですよね。だから、赤が、あ、これで、つまり赤が全部同じ大きさで、あ、赤が、まあ、半径が A で、黄色が半径が B っていうのもできるわけなので、やっぱりで言うと赤は大きくなりがちになると皆さん赤全体で大きくなりがちになったりしますよね。黄色も黄色が大きくなりがちになると黄色が大きくなりがちになったりする感じだったとは思います。あ、そしてそのパラメーター自体は、パラメーターは、真ん中の5つの正方形と、あと、4辺の真ん中の4つの正方形の大きさで決めてますね。それを決めると、もうこの形が決まってしまうという、なるほど。決まっている。だから、もしかすると、7×7 も同じような調子でもう全部決まってっちゃうのかもしれないけどね。ちょっとその辺はまだわかんなないるほど。です。で、あとなんか言いたいことがあったような気もするんですけど。あ、そうだ。だからそこのパラメーターは0から2にしての長さにしているんですけども、他の部分は、放し飼いっていうか、大きくなってもチェックしてないので、一番端っこの正方形とかはだいぶでかいです確かね。に。4とか5とか言ってるのかもしれない。うにゅうにゅうしてますね。このアニメの適用も、まあ、本当にあげるやつは、出だしと後ろは同じ並びにしとこうかなと思っていますけどね、ループするようにね。一番最初が全部1で出だしてるんですけど、瞬間しかないんで分かりませんね。パシャッ、パシャッって感じ。といった感じでしたね。
はい、ありがとうございます。いやいや、面白かったね。ちょっと、なんか、計算が変に難しくて、時間がかかっちゃったけど、あ、難しいわ。岩井が、なんつうんですかね、把握するのがちょっと難しくて。やっていくうちに、ね、ここくっつかねえじゃんってなってた。Q パラメータって分かったら、まあ、大丈夫になりましたね。三好さん、いかがでしょうか？いやいやいや、もうな、ただただ、なんか、三好さんないでね。なんでしょうね、ウルトラスケジュールにこんなのいなかったかどうか。何何何だろうな、怪獣っぽいな。ああ、そうですよね。大体、マタンゴに似てるかと思って、マタンゴ弾いてみたんですけどね、マタンゴの方があの粒が一定してました。なんかでもやっぱり生き物っぽさというか、はありますね。なんか不思議な感じがありますね。そうね、なんかカビ、まあ、ドラマとか漫画に出てくる顕微鏡で覗いたなんか謎の生物みたいな感じの、ね、なんか鼓動というか、あ、子供にもしますね。今つまりアニメーションがね、あのアニメーションがこう直線でアニメーションしてるんでね、うん、折れ線のとこでカクッカクッってなりますよね。1秒ごとにピッ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 ってなるんで、あの時計のなんですか、秒を表すのに使いますねこれ。そっか、今回はイージングはかけてないんだ。イージング、うん、まあかけないでまずやってみてって、まあこれでもいいかな。うんうん、特にその止まってるとこの絵のに意味がそんなにないので、うん、確かに確かに。というなんかでもいつまでも見てられる的な、そうですね、やつです、ね、見ちゃいますね。いやいや、ありがとうございます。まあ実際見るときはこれ動画単体の、そうですね、 YouTube で見てもらえばいいので、まあ、そこは概要欄に貼っておきますが、YouTube だと 60fps で動いてるんでね、まあなんかつらつら動いてると思います。うん、はい。じゃあ今日はそんなところです。はい。どうもありがとうございました。そういうです。じゃあ、ぜひ登録をお願いします。ということで、また次回よろしくお願いします。はい、失礼します。